全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は山梨県にある道志の森キャンプ場に来ています。で、今僕がいるところはおそらくこれは林間サイトといって、林の中にあるところなんですけれども、今日はこの道志の森でいろいろなキャンパーさんのスタイルを見ていこうと思います。では早速行ってみましょう。すいません、こんにちは、タナチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。ちょっといろいろお伺いさせていただいてもよろしいですか？本日はどういうグループでキャンプに来られてるんですか？3組で、はい。なるほど、じゃあキャンプ仲間3組で来たみたいな感じですね。道志の森はよくいらっしゃるんですか？しょっちゅうです。しょっちゅう。ちなみに年間でいうと何回ぐらいいらっしゃいますか？来れるときは月1ぐらいで。月1で来られてるんですね。他にちなみに何かこう山梨とかこの辺りで行かれる、よく行かれるキャンプ場とかあったりします？ほとんどここ。ちなみにこう道志の森にもいろんなこうキャンプサイトがあるじゃないですか。で、基本的には何かこの辺りが、ここが多いんですか？そうです、そうなんですよ。それは何かこう、ここがいいなんかポイントみたいなのあったりするんですか？やっぱ広めに取れるエリア、結構広めに使うんで、広めに取れるところと、あと水場かな、トイレ、ね、トイレ、やっぱお手洗いが近いところ、うん、なるほどなるほど。まあグループでキャンプをするにはまあ程よいスペースがあって、まあお手洗いも近いしみたいな感じなんですね。今日いろいろこうギアがこうたくさんあると思うんですけども、このギアはその3グループで持ち寄ったものをこうミックスさせるみたいな感じなんですか？そうですね、ちょいちょい、そうですね。なるほど。で、まあ、テントが3つあって、まあ、この前室がリビングで、まあ、みんなで集まって、まあ、一夜を、まあ、寝るときはそれぞれ寝るみたいな感じなんですよね、はい。今日はストーブは2台ですか？2台ですね、2台と。なるほど。今あるこちらの石油ストーブは、これはなんかどういったメーカーのか、どういうものなんですか？これどういったメーカーなの？何のメーカーですか、これ？中国製の安いやつですね。ネットで1万円ぐらいで買えるやつで。そうなんですね。へえ。最初そっちのアルパカってやつを、まあ、定番で買って。はい。あ、じゃあ2代目。で、すぐこっちを買って、まあどんだけ違うのかなと思って。なるほど。買ってみたけど大して変わらなくて、全然十分だと。あ、そうですか。中華製でも、まあ、いわゆるもう全然アルパカを使ってた方からしても、うん、まあ、全く問題なく使用ができると。そうですね、全然問題ないですね。ちなみにあちらは、アルパカというアイテムで、はいはい、おいくらぐらいだったんですか？あれは全部ちょっと手に入らないと買ったんで3万ぐらいで買って、あ、ちょっとプレミアがついていた時にお買いになられたんですか？買えるところでもう無理やり買ったんで。なるほど。で、あちらの薪ストーブなんですか？僕も実は最近買ったんですけど、ちょっとこの薪ストーブについてお聞きしたいんですけれども、はい、この薪ストーブは何というメーカーのものなんですか？ G ストーブですよね。 G ストーブ、定番のやつです、ね、定番のもの、はい。どうですか、実際これもう何シーズンが使われてるんですか？2シーズン目ですね。あ、今が2シーズン目、はい。この上についてるこれは何なんですか？お水を、でお湯ですね。あ、お湯にするやつです。なるほど、常にお湯が沸いてるっていうような状態になってるっていうことなんですね。G ストーブすごく有名な、ね、こう薪ストーブのメーカーだと思うんですけども、何かこう G ストーブを選ばれたこうきっかけとかなんかあるんですか？丈夫さをっていうところで選びました。あ、なんか丈夫だっていうことで、なんか他のメーカーだとそう火を入れると歪んだり、はい、ドアとか閉まんなくなったりとか、はい、っていうのを聞いて、うんうんうん、で G ストーブが一番そういうのがないと。なるほど。そういうので選びました、うん。じゃあ、まあ今日は外はこの薪ストーブでちょっと温まりながら、ええ、そうですね、いいチコを飲むと。そうです、最高ですね。で、夜はお湯割りです。あ、お湯割り。そうです。お湯割りってなんかここで工夫してやるみたいな感じですか？いや、もうこれでお湯作ってこれに入れて。あ、なるほど。ポットに入れて。じゃあもう今日は大量に飲みますね。そうです。なるほど。ちなみにその横にあるこのロゴスの焚き火台は、これっていわゆるこう炭受けみたいなのがこう下に置くパターンなんですね。そうなんですよね、今日デビュー戦なんですよ。あ、そうなんですね。あ、だからすごく綺麗なんですね。なるほどなるほど。ちなみにこちらのロゴスのものはおいくらだったんですか？1万5000円ですね。1万5000円、はい。横にあるこの杭は、はい、あれはこうどういった役割があるんですか？あ、これそうですね、半合やったりとかやるのに
今もう終わっちゃったんで外しちゃったんですけど。あ、なるほど。あそこにこう、はい、くくりつけて、はい、吊り下げるみたいな、はい、なるほど。位置が自分で調節できるので、はいはい、あ、ちょっとちなみに どんな感じかだけ見せていただいてもよろしいですか、はい。こういうのもキャンプギアとして売られてるんですか。いや、これは作ってもらったんですよね。あ、そうなんですね、はい、自分で調整が、なるほど、なるほど。で、ここにハンゴを垂らしたりしてやるわけですね、はいはい、お、便利ですね。もう一本あるんですけど、はい、なんかかけたりできるのか、うん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 、今日はハンゴだけなんで。なるほど、はあ、すごいですね、工夫されてますね。これ何ですか。あ、これ燻製やったりするやつですね。これ燻製、さっきピザやって、あ、ピザを作ったんですか、はい。これでピザができるんですか。これ焼くだけですけど、ね、うん、オーブンにもなるし、はい、下にチップ入れると燻製機にもなるので、はい、一石二鳥なので、これを買いました。あ、そうなんですね、うん。ちなみにこの上のと下のは別々ですか。あ、別々ですね、これ全然のっけてられるんで、はい。なるほど、なるほど、はい。で、ここの下でなんか火を起こすってことですか。うん、あのガスで、なるほど、うん。で、こ下で直火で温めて、この上のピザはここに置くと。そうです、うん。これなんていうメーカーなんですか。これ全部コールマンですね。上も下もコールマンですね。コールマン、はい、うーん。この外にあるのが温度計、ね。結構じゃあコールマンがなんかこう気に入ってるブランドというかメーカーさんみたいな。そんなにキャンプ歴長くないんで。あ、そうなんですか。まずなんか定番のもので揃えてって、ははは、うん、でそこから、あ、違うなっていうものを買い替えたりとか。なるほど。プラスアルファしたりとか、うん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 、あんまりメーカーとかこだわんないんで、うんうんうん、そこら辺も全然ノーブランドなんで全然全然この中のちょっとあの装備を改めてお伺いしたいんですけど、はい、この辺はこう どういったなんかメーカーとかあるの。これもコールマンですか、うん、いや、これ全部違いますね。違う、はい。このメーカー知らないぐらい分かんないですねそうなんですね。ただなんか去年結構これが流行ったんで、うんうんうん、買ってみようっつってしたら結構重宝して、お、なんか熱いものもそのまま置けたりとかするみたいなんで。確かに中も直置き、直置きできちゃうんで。そうか、上がプラスチック製とかじゃない網だから、汚しちゃっても全然大丈夫だし。なるほど、なるほど、あ、確かに汚れようがないしがいいよ全部もうバーベキューコーナーも卓上にしちゃって、はい、今まででかいの使ってたんですけど、うんうんうん、やっぱかさばるし無駄に焼いちゃうし。なるほど、だから食べた時だけ焼くみたいな感じで、はい、うんうんうん。あのポットが乗ってる下のものは何ですか、はい、それは。これ中に炭入ってるんですけど、はは、これなんか火起こしみたいなやつですよね。薪で火を起こしたりとかするんですけど、はい、うちはもう完全炭だけにして、はい、絶えずお湯沸かしておいて、あ、中に、まあ、加湿する意味も含めて。あ、なるほど、もう炭ですよね、まあ、暖房にもなるし、暖房にもなるし、お湯も沸かせるし、加湿にもなるしっていうんで、必ずもう必ずこれは炭だけで。まあ、本来は炭起こしみたいなだと思うんですよね。一回もその薪とかで火起こししたことないんで、うんうんうん、なるほど。 あと気になるのはあのランタンとその横のなんすか、はい、でバッテリーですかね。あ、こいつですか。はい、あ、こいつもちょっと電線なんですけど。あ、そうなんですか。一応あのそれどこのメーカーのですか。これスワオキですね。あ、定番ですけどね。はいはいはい、うん、結構容量ありそうですね。これありますね、13万いくつあるんで。13万。あ、これどのぐらい使えるんだろう。まあ、結構使うんですけど、はい、キャンプではちょっと、まあ、一応電源ってあんま使わないですけど、うんうんうん、携帯充電したりとか、うんうん、ちょっと DVD 見たりとか。あ、まあ、確かに1台あるともうなんか電気に困らないっていう安心感ってすごいですもんね。うん、そうですね、うん、あのランタンはフィアハンドですか。これなんかどこで見えないやつですよ。どこだろう。あ、こうですね、これ。あ、そうですね、はい、うん、かっこいいですよね、オイルランタン。とりあえず、うん、いいなと思って、うんうん、僕もそれを中古で買って、なんか5年ぐらい使ってる中古で買って、うん、今なお現役でずっと使ってます。あ、もう全然いいと思いますよ、はい、うん、なるほど、うんうんうん、室内でちょうどいい光になるし、うん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 、あと外のやつは普通にランタン。あ、はい、あちらですね、マントルをつけてやるやつですね、はい、コールマンですかね、あちらが。あちら両方ともコールマンですね。あ、こちらもコールマンで、はい、であちらが、まあ、エアマット、ずいぶん分厚いですね。キャンプ用じゃないんで。腰が痛いって。腰が痛いんで。あ、そうなんですね。車中泊してて、はい、もうなんせ腰が痛いからっつって、うんうんうん、コールマンとか出てるんじゃないですか、はい、出てるけど、 あえてもう家庭用で使うようなやつを、うんうんうん、いろいろネットで探してどれが一番いいっつって、サイズ的に。なるほど。本当になんか家とかで使うようなやつですね。なるほど、うん、空気をどうやって入れるんですか。空気は機械で。いや、足の下の方に、はい、足踏みのがついてるんですよ、元々。あ、そうなんです、ね、それで勝手に入れて。はあ、じゃあ一苦労ですね、設営がある意味。そうですね。そんなこともないですか。でもやっぱ車でもこっちでも使える兼用のものなんで、あまりメーカーこだわらないんですよね。なるほど。こういうのはコールマンになっちゃいますけど、うん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 、あ、寝袋は
これはもう元から2人用のコールマンって感じなんです、寝袋。あ、これも今日デビュー戦なんですよ。あ、そうなんですか。もともと使ってたやつつけて使ってたんですけど、はい、やっぱもう寒いんで、で普通に編み方も持ってるんですけど、はい、まあ、つけて寝た方があったかいだろうって、うーん、で一応こういうタイプにして。あ、じゃあちょっとあの僕バイクソロキャンプの装備みたいなのをちょっと若干すごく個人的に気になってるんですけれども聞かせていただいてもよろしいですか。はい、